はい、どうも森戸です。こんにちは。今日はですね、ノッタを使ったヘジノットの動画をお送りしたいと思います。前置き長くしてもあれなので、早速、その作ってるシーンの方からご覧ください。どうぞ。はい、ではですね、オーシャンノッタを使ったヘジノットを作っていきます。まずオーシャンノッタの、紹介からさせていただきます。このね、これちょっと今引っ掛けてるんですけど、これが、スタジオオーシャンマーク社から出てる OK111、オーシャンノッタ 110H ですね。で、この、オーシャンノッタっていうのは、基本的には P ラインをここにかけて、V の字にテンションを張る道具です。で、そのテンションを張った V の字の、P ラインにリーダーを編み込んでいくようなノッターになります。で、このノッターの最大の特徴、まず最初にね、最大の特徴が来るんですけど、こうやってですね、例えば船だったら手すりだとか、タックルボックスの柄の部分ですね、とかにこうやって引っ掛けることによって、この常にですね、グッて引っ張った状態の強いテンションをかけたノットが作ることができます。出っ張りの部分、ここに、P ラインを巻き付けるんですけど、この巻き付け方にちょっとね、コツがいるので、ここが結構迷われる方が多いかなと思いますね。ちょっとこれもね、しっかりと具体的に説明しながらやっていきたいと思います。まずですね、この右側の出っ張り。この部分は、O リングがいっぱい入ってる状態で、いろんな隙間にラインがこうやって巻き付けができるようになってるので、ここは大体適当です。僕10回ぐらい。10回ぐらい巻いて、まあ、9回目と10回目ぐらいでこんな感じで、中に入れ込む感じ。これね、中入ってますから、これ P6 号で2回、続けて入れられるので、まあ、大体ラインは1号から10号ぐらいまでは、このノッタで組めると思いますんで、この溝にはめ込んで固定してあります。これもう動かない。でそしたら、今度、このね、左側のこの出っ張りの部分を親指でこうやって挟んでやって、この人差し指、中指、薬指のところに4回巻きつけます。1、2、3、4。こうやってやると長さ出しがしやすい。V の字を作るときに長さを出さ、ある程度出さなきゃいけないんで、毎回同じ長さを出そうと思ったら、ここで調整するのが一番やりやすいかなっていうんで、これ僕のやり方なんですけど、これはちょっとおすすめなんでやってみてください。でですね、この巻きつけた P ラインを今度またグッと上まで持ってきてやって、今度ここの、はい、左側の出っ張りの一番付け根にも溝があるので、この一番付け根のところにグッと入れ込みます。はい、入りました。じゃあ、はい、ここで入ったら一回ね、ほどいちゃいます。ほどきます。で、今ですね、こっち側はメインラインの方の、この出っ張りの方になるので、ここも巻きつけていくんですけど、ここは干渉しないように巻きつけてください。まず1回目。こんな感じ。2回目は、真ん中にまた溝が入っているので、この真ん中溝に入れ込むようにグッと。はい、入りました。で、これ真ん中の溝を継ぎすぎたらまた一回巻いて、で、最後にもう一回、この手前のこの溝入りますね。これ一応ね、4つ溝があるんだけど、溝の使い方は様々でいいと思います。じゃあですね、このまんま、こういう感じにします。はい。これで V の字。はい、じゃあちょっとカメラアングルをね、透明にちょっと映しました。でですね、この V の字をまず作ることが、このノッターにとって一番、大事な部分です。ここに引っ掛けて、固定、まずノッターを固定ができること。で、この V の字を作ることができることが、この、最大の特徴なので、ここに FG ノットを編んでいく感じになります。で、最初の第1回の動画の時にお話しした、P ラインをリーダーに巻きつけていくっていうやり方は、やっぱりですね、強く巻けないことが多いです。もちろん強く巻ける方もいらっしゃると思うんですけど、ここの場合は、このテンションをぴったりとね、張った P ラインにリーダーを巻きつけていくようなやり方になるので、それをちょっとですね、注意してみててください。ですね、巻き方は、前回の動画、2番目の FG ノットの動画の時に巻いた動画とほとんど応用みたいなもんですね。要は、時は、こういう風にね、上から下、下から上ですね、下から上回すように巻いたのを、このリーダーから巻きつけていくイメージありますんで、さっき、時はね、メインラインからやったんですけど、ここちょっとね、やりやすさの問題で、端線から巻いていきます。これはどっちからやっても一緒なので、やっていきますね。こうやって巻いて、こんな感じ。はい。もうね、また同じ、前回の動画と同じ形ができました。これが FG ノットの原型になります。で、次また、こんな感じ。中から外。これが2セット目。はい、こんな感じ。全くね、同じ内容ですね。中から外。で、この時に、実はですね、この、今ね、動画よりはね、もうちょっとやっぱりその実際見てもらわないとなかなか伝わらない部分があるんですけど、このテンションピンピンに張ってやってます。なんでこのテンションピンピンに張るかというと、
最後に締めるときにこの張った状態で締めていくと、もう最初からちょっと締まったノットができるので、あの締める時のね、今日は力があんまりいらないっていう、すごいね、あの重要なポイントがありますので、そこはあの実際やるときにこのね、このテンションパンパンに張りながらやるっていうのはね、意識してやってください。で今これで3セット終わったんで、4セットで5セットはい、で6セットで、昨日じゃないか前回の動画の時にやった7セット、これで終わらせます。7セットですね。この状態でちょっとね、あの7セットなんですけど、最初に8点からやってる場合はこれできればですね、7セット半やった方がいいです。はい、こんな感じで、さっきあのこっち、あのこの8点側からスタートしてるんで、あの8点側で終わらせてください。あの本線がメインですからね。本線から始めれば7セットでいいんですけど、やりやすさの問題で8線から始めました。これ僕のね、ちょっと自己流なんで、ここは真似しても真似されなくてもどちらでも OK です。でですね、これで8線がこうやってフリーになったので、昨日やったような、仮止めですね。こんな感じ。あ、昨日じゃない。前回の動画。まあ、実際昨日やってるんで、昨日って言っちゃってごめんなさいけど、前回動画ですね。で、こんな感じで仮止めが終わりました。でですね、ちょっと一回これをアップして見てみましょう。はい、昨日もねちょっと見ましたけど、こんな感じで綺麗な編み込みが出来上がってます。でこの時に昨日とちょっと違う変化があったのが、あのテンション張りながら巻いてるんで、ほとんどほらこの巻きのね幅がもうリーダーの太さとほとんど同じぐらいのところまであの締まった状態になってるんですよ。これはこのやっぱりノッターのこの、ね、テンションをかけて、ね、引っ張りながらノットを組んでるっていうのが、あのこういう形を生み出してます。で実際にもうですね、これ閉まっちゃってるんで、もしですねこのままハーフイッチを組んでってもあんまり抜けることはないんですけど、まあ一応ちゃんとやんなきゃいけないので、もちろん閉めますけど、それぐらいこれは閉まった状態から最初スタートができます。要は閉まった状態からスタートしてるので、この後閉めたらもう完璧に閉まるというね、そこがやっぱりこのノットの魅力なので、 FG ノットのね、このオーシャンノッターである FG ノットの魅力になります。じゃあ閉めていきますね。昨日やったように、まずですね、ここを濡らします。濡らします。またね、口でやった方がちょっとね、僕はあのやりやすいので、温度感をね確かめたいというのがありまして、でですね、あの本線こっちくっついてますね。でこのノッターのさらにまたね、最大の特徴が、もう最大ばっかりで申し訳ないんですけど、このノッターのこの部分に要は固定がもうされているので、締める時にもこのまんまいけるんですよね。あの本来だったらほどいて、あの手で持ちながら巻きつけて引っ張んなきゃいけないのに、もうこの時点でここに固定されているので、ここの部分を持ちます。これね、巻きつけてるこの部分、あのこのままこうやって引っ張るんじゃなくて、この部分持った方がいいです。持ってもらって、で、あのこの P ラインですね、8線からまず締めていきます。これはね、あの前回の動画でもお伝えしましたけど、このやり方するとよく締まりますよっていうやり方なんで、ここ持ってくださいね。あのこのままこれはね、こうやって持った方がいいです。まあ締め具的な役割になるので、こんな感じでグッとね締めていきます。はい、これで結構もね、だいぶ締まってます。もうカチカチになってますね。あ、これもちょっと見てもらおうかな。本来はこれをちょっと今動画撮りながらやってるんですけど、もっと手前に持ちながら、あの口でちょっと加えつつ、ね、あのやるのがあれなんですけどね。さっきより色変わってます。もうだいぶ締まっちゃってますね。ちょっとね、半透明ぐらいまで、本来の色がこれですから、このね、締まってる部分の色がだいぶ変わってきてるので、これでね、よくわかると思います。で、このやり方するとやっぱり締めた時に同じテンションで両方が、あのね、P ラインの8線も本線も両方が同じテンションで締まるので、こういう感じで綺麗に締まります。これもね、あのすごいポイントなので注意してやってみてください。じゃあ戻します。じゃあですね、今締めたので、もう一回ちょっとね濡らしちゃって、もう一回締めます。ですね、さっきと同じようにねこうね、グローブしたりとか締め具を使ったりしてやってください。僕は何回も慣れちゃってるんで、素手でやるのが一番ねよくできるというか、痛くないんですよね。はい、こう向こうのねオーシャンノッターをつかみながらこういう感じで締めます。はい、こんな感じです。これでもうね、かなりガチガチに締まってます。もう触ると分かるんですけどね、カッチカチ、あのこのリーダーよりも硬くなってるんで、あのこれはね、ちょっと実際自分で作ってみて実感してみてください。はい、じゃあ次本線締めていきますね。昨日と同じようにこのリーダーと P ラインの8線ですね、これを同時に持ってもらって、
こういう感じで巻き付けて、やはりここもそのまま固定してるまんまできるので、こういう持ちながら。で、ここは濡らしたと仮定してくださいね。で、ぐっと締める。もうね、これ以上締まらないぐらい締まってます。はい。これで、もう締めること、これ以上締めることはできないんじゃないかというぐらい締まりました。で、8線同士ですね。これも、整えていきます。これもじわりじわり。ここも毎回濡らしてくださいね。ちょっと今説明しながらやってるんで濡らしてないですけど、毎回濡らしながら、必ず濡らしながらやってくださいね。で、締めるときはじわりじわり。急激にね、締めちゃダメですよ。で、これでもガチガチのノット。もうこれで、もう一回ちょっと見てみましょうね。こんな感じです。もうね、本当に、このノットの部分がね、折ることができないぐらい硬いです。これほら。で、曲げてるのに折れないですね。カチカチになっちゃってるんで。はい、こういう感じになります。このね、締めのこの幅が均一なのが特徴です。このオーシャンノッター作るとね、使うとこれがすごく簡単にできるんですよね。じゃあですね、ハーフ打ち組んでいきます。で、この時に最初、さっき、ね、前回と同じように、上からさっき仮止めしてるんで、下から拾っていきます。ちょっと長すぎたかな。これ長かったら切った方が、仮止めやし、ハーフ打ちは組みやすいと思うんで、ちょっと長いなと思ったら。で、昨日と同じようにこういう感じで。はい。揺らしながら締めてください。とにかく揺らしながら締めると締まるので、で、やはりですね、このオーシャンノッター、ここでもね、大活躍ですね。で、このままここに固定されているので、これですね、ハーフ位置までできちゃう。ね、これなかなかないんですよ。ここまで全部をカバーしてくれているノッターっていうのはですね、本当になくって、で、実際この僕は、スタジオオーシャンマークさんにすごいお世話になってるっていうのもあるんですけど、これはやはりすごいなと思いますよ、本当に。こんだけね、すべての、このノットをやる上でのすべてをカバーしてくれてるっていうのはなかなかないので、こんな感じですね。まあ例のごとくね、喋りながらやってるから、自分がどっちに巻いたかちょっと、また分かんなくなってるんですけど、こんな感じ。ちょっと揺らしながらね、ノット締めていってください。こんな感じです。はい。こんな感じ。今3セット、本線と、リーダーをまとめてやったので、この本線だけにまた移行します。ここも、今度次4セットです。こういう感じ。揺らしながらやってください。揺らす、まあ、こじるですね。こうやって、ね、上下に上と下で交互にハーフ位置をかましながら、こうやってちょっと揺らしながら締めていく。ここも強くやるんじゃなくて、力を抜いた状態で、ちょっとじわりじわりやるようなイメージです。とにかくね、じわりじわりやってくださいね。どっちだったっけ？まあいいや。上から。どっちかわかんなくなっちゃったんで、上から。こんな感じですね。はい。ちょっとごめんなさい。カメラに手が当たります。カメラの画面をね、見ながらね、ノット組んでるんで、ね、難しいんですよ、これ、本当に。なかなかね、こういう撮り方はしないんで、普段は。あと1回かな？あと1回かな？これで4セット目。まあ4セット。8回で4セットですね。上下で1セットで4セット。だから8回ですね。こんな感じで締めていきます。あ、でちなみに前回の動画でお話しなかったのが、僕はエンドノットはやりません。なんでエンドノットやんないかというと、おそらくこのハーフィッチのこの締め方をすると、ハーフィッチってまず緩まないんですよ。で、おそらくハーフィッチが一番緩まないノットだなって感じているので、一番締まるノットがハーフィッチなのに、エンドノットはもうちょっと緩まるノットだなって僕は思ってるので、そのエンドノットやる意味があんまりないからやりません。だからハーフィッチで、しっかりと緩まないハーフィッチさえ組めれば、基本的には、エンドノットする必要はないと思いますから、まあ、エンドノットがどうしても必要な場合は、やっぱりハーフィッチがまだ締まりきってないってことだと思うんで、そこはね、ハーフィッチも練習してみてくださいね。で、じゃあ切ります。リーダーも切ります。はい、こんな感じです。じゃあですね、昨日やったようにね、ここも焼いていきます。これね、何がすごいってずっとノッターにつけたまんまなんですよ。一回外して、締め具に巻きつけてやり直してとかやる必要が全くなくて、今これ喋りながらね、説明しながらゆっくりやってるから時間は経ってますけど、本来、こんなにね、ずっと同じノッターにね、引っ掛けたまんま、組める F 字ノットって他にないと思うんで、これは本当におすすめなんで、ぜひぜひやってみてくださいね。はい、と言ってる間に出来上がりました。完成。うん。美しい。
じゃあですね、はい、出来上がったノットをご覧ください。こんな感じです。はい、はい、僕の親人差し指の第一関節ぐらいまでもない大きさです。やっぱりですね、この締まり方が全然違うんですよね。これちょっと前回動画見ていただければ分かると思うんですけど、やっぱり締めてはいるんですけど、ここまでね、あの要は手で締めてる状態、素手で締めてる状態でここまで締まる状態ってなかなかできないと思います。あ、じゃあオーシャンノッターならでは あの締まり具合なので、これはねすごい本当おすすめですからね、ぜひやってみてくださいね。はい、というわけで、オーシャンノッターを使った FG ノットをお送りいたしました。長い尺を使って、お送りさせていただいたんですけど、結構具体的になんとかね、あのお伝えできるように、頑張ってやってみましたので、もしよかったらやってみてください。ですね、もう一回おさらいですね。このノッタを使うことによるメリットっていうのをちょっとあの、まあ、いくつかあるんですけど、その中でも最も、ここは強調したいなっていう内容が、4点あります。4点、まず1つは、揺れてる船の上で、ああやって固定をすると、あの糸を張ったまんまでできるので、風を、ね、吹いた時とかに、風を受けながら、この例えばほどいたやつをまた巻きつけてってやった時に、結構風で糸が飛ばされたりすると本当にやりにくいんですよね。でそういうのからも解放されます。これはまず1点ね。で2点目はとにかくその固定して編めるということで、あの動画見ていただいて分かったと思うんですけども、あの一連の流れが全部スムーズにやれます。その編み込みから、仮止め、締め、ハーフヒッチまで、これが本当にすごくスムーズにできる、なかなか他にはないノッターじゃないかなと思います。で3点目が、綺麗にできやすいのと、このノッターを使っていただけると分かっていただけるかなと思うんですけども、まあ、個人差あるにせよ、すごい早く覚えられると思います。 FG ノットいろんなの FG ノットのやり方を、まあ、勉強されてる方いらっしゃると思うんですけど、このノッターを使った時のこの覚えられる速さっていうのは割とその他のね、藤野といろいろいいね、ノッターもたくさんあると思うんですけど、その中でも、早くできるうちの、まあ、アイテムの一つなんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひ、チャレンジしてみてください。で、4点目。これが結構重要で、これはもうちょっとエピソードになっちゃうんですけど、ですね、このノッターを使って FG ノットを作ると、まあ、大概の人が FG ノットが楽しくなっちゃうんですよ。これは現場の声として、お客様も使われてる方がたくさんいると思うんですけど、ラインシステムってね、毎回組み直さなきゃなんないから、煩わしさを感じたりする部分でもあるのに、FG ノット楽しくなっちゃうんですよね。組むのが楽しみになるんですよ。今回どれぐらい綺麗なノット作ってやろうかなっていうね、毎回ちょっとね、綺麗な FG ノットチャレンジみたいになっちゃうんで、それがですね、そんなにやっぱり時間がかかんないんですよね。今、この動画ではすごい長く解説しましたけど、僕だったら大体船の上で2分半とかはかかんないですかね。かかんないぐらいで、今の同じ内容の動画と同じ内容の FG ノット組めるので、本当にですね、楽しくできます。これはもう皆さん同じことを言ってらっしゃるんで、ぜひぜひそこは、購入されて、練習されて、そこまで実感されていただけると嬉しいかなと思います。でですね、ちょっとここも影響になっちゃいますけど、当社の方でも、このオーシャンノッター販売しておりますので、今、すでに、ウェブショップの方にはアップされてますので、ぜひ、ね、興味持たれ方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、ウェブショップも覗いていってください。よろしくお願いします。というわけで、次回は、この前回と今回の動画でもお伝えしている内容の一つなんですけど、ハーフヒッチの組み方、こじりながらやってくださいよっていう、そのハーフヒッチをこじる理由ですね、それも含めて、いくつかちょっとね、具体例を出しながら解説させていただきますんで、そこら辺もお楽しみにしてください。ということで、この動画が面白いなと思いましたら、チャンネル登録と、高評価ボタンの方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。